どうもご視聴ありがとうございます。8ビットチャンネルのビーアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回の動画は進化する 3BH 戦車プラスということでですね、ポブルさんのカーシャンプー3種類使いまして、さらにお手軽にツヤツヤに撥水コーティングもかけていこうという内容で、この汚れてしまった BMW 戦車の方をしていきたいと思います。はい、今回使った戦車用品は動画の概要欄に詳細のリンクを貼ってますので、そちらチェックしてみてください。私の動画初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思いますので、そもそも 3PH 戦車って何ぞやと、そういった方もいらっしゃると思うので、軽く説明させていただきますと、アルカリ性のシャンプー、それから酸性のカーシャンプー、そして中性のカーシャンプーを使って車につく排ガスとか虫や鳥糞などの有機汚れをアルカリ、水しみなどの無機汚れは酸性、そして取りきれなかった汚れを中性シャンプーで洗っていこうと、その洗車方法を 3PH 洗車と言います。私が 3PH 洗車する時なんですけれども、結構汚れてるけど、ものすごいなんかリセットとかもう徹底みたいな感じではやりたくないけど、汚れは落としたいけどピカピカにしたい、そんな時に行います。まあ1ヶ月に1回から2ヶ月に1回といったところなんですけど、ホイールをがっつり洗うみたいなこともしません。で、この BMW なんですけれど、欧州車特有のホイールのブレーキダスト、非常にひどい、ものになりますので、まずは最初に鉄粉除去剤をあらかじめ、ホイールの方に噴霧しておいて、そちらを流していきます。使用している鉄粉除去剤は田舎の洗車屋さんの田舎のアシッドという、鉄粉やブレーキダスト、そして、軽い水しみ汚れにも効く酸性のクリーナーになります。で、こちらをホイールに4本全部噴霧した後、噴霧した順番に、しっかりと、高圧で流していきます。で、足回りが一番汚れますので、足回りを一番最初に流していきます。その後にボディのプレウォッシュ、こちらに入っていくんですけれども、少し鳥の糞や虫の糞、といったものが、ボディの方の表面に散見されましたので、ディテールアーティストの B というですね、中性のタンパク質汚れに効くカーシャンプー、これかなりね、効くんですよ。で、これを使って最初に10倍希釈したものをスプレーで吹きかけておいて、それを流していくという作業です。で、この状態でね、かなり砂汚れとか泥汚れが乗ってたなというのがわかるんじゃないかなと思います。画面越しでも汚れがかなり落ちてるなというのがわかるんじゃないかなと思いますね。はい、で、しっかりとですね、まずは大まかな表面上の汚れを高圧洗浄機を使って落としていきます。で、この後にアルカリと酸性の泡をかけるプレウォッシュというのをやっていくんですけれども、まずはポムルカーシャンプービーナスというですね、アルカリのカーシャンプーを20倍希釈したものを、ケルヒャーの高圧フォームで、泡をかけていきます。これがまず 3PH 洗車の第1段階、ボディ表面に一番乗る可能性の高い、排ガス、有機汚れ、油汚れ等を落としていくという作業になります。これを数分待ってから、また高圧で流していくんですけれども、こんなに高圧プレウォッシュいらねえよとか、スノーフォームもいらねえよっていう方ね、いらっしゃると思うんですけれど、3PH 洗車をやる目的っていうのは、表面に寄ってる汚れを段階的に弱らしていくという、ものになってますね。ポブルのビーナスなんですけれども、少しシャバシャバに感じるかなと思います。20倍希釈だとこんなものです。で、さらに泡感が欲しいなという方は、10倍希釈等で行っていただくといいかなというふうに思います。ボンネットとルーフの撥水は微妙になったんですけれども、サイドの撥水はまだね、残っているかなというのが見て取れると思います。で、ここから、酸性のプレウォッシュ。ポムルのハニー、こちらも20倍希釈で、使用していきます。 3PH 洗車はこのように、プレウォッシュ、スノーフォームを複数回に分けて行うことで、細部に詰まった汚れも、かなり落とせると。で、表面に乗っている汚れの8割から9割方を落としてしまって、コンタクトウォッシュですね、ボディに触る手洗いをするときに
どうしても避けられない洗車傷、こちらを汚れを圧倒的に落としておくことで軽減させるという目的が 3PH 洗車の大きな目的になるかと思います。ヤムカーズのセラミックという簡易コーティング、それから、液体ワックスが乗っている状態だったんですけれども、こちらは、最後の方は全然完全には落ちてないんだけれども、ルーフそれからボンネットの方が、若干微妙になっているかなという感じですよね。で、3P 洗車はがっつりリセットをするという感じではありません。コーティング等の、メンテナンスのために行う。で、さらに、少し洗車をする期間が空いてしまったとか、コーティングのメンテナンスをしたい、そんな時に行うのがいいのかなというふうに思います。はい。で、今、ルーフの撥水の方を見ていただいてるんですけれども、少し微妙になってますよね。ここから通常ですと、中性の通常のカーシャンプーをやって、クイックディテイラー仕上げみたいな感じになると思うんですけれども、ここでですね、ポムルのカーシャンプー、飛剣という撥水シャンプーを使いまして、これをですね、30倍希釈したもの、これを泡で噴射していってますね。使っているのはながら洗車のスノーメンブラックというものです。別にバケツでも使えるんですけど、僕はこのやり方の方がバケツいっぱい引っ張り出さなくて便利なんで、これをやってます。で、用意するバケツはすすぎ用のバケツですね。スポンジが汚れてくるので、それを洗うためのバケツを一緒に用意しておきます。はい。で、これで撥水が微妙になったところとかをですね、さらに流して、撥水コーティングをもう一緒にかけてしまう。洗浄と同時に、撥水それからツヤ出しのコーティングを一緒に行うという感じです。はい。最初の微妙になってた撥水が少し復活したのがわかるかとはかなと思いますけれども、これを逆サイドからもやっていきます。はい。で、できる限りですね、こういった撥水シャンプー系というか、ツヤ出しコーティングシャンプーというかウェットコート系っていうのは、高圧で流したり、シャワーのノズルでもジェット噴射というか、水圧の高い切り替えをしていただいて、しっかりと余剰成分が出なくなるまで流すのがポイントです。はい。ボンネットの今のね、弾きもうほとんどもう取れちゃってるみたいな感じになっちゃってますけれど、これを飛剣の30倍希釈ですね、こちらを地圧でかけていただいて、で洗浄すると。はい。バケツを使うよりも僕はこちらの方がね、コスト的にも効率がいいのかなというふうに思ってますね。だいたい普通車1台 900ml ぐらいあれば、十分にカバーできる容量になるかと思います。ミニバンだと 1.5 リッターぐらいいるかなっていう感じですけれども、はい、ご覧いただいてもわかるでしょうか。もうこれだけで撥水がね、蘇ったのがわかるかなというふうに思いますね。で、撥水シャンプーって単体だとね、そこまでやっぱりね、撥水の強いものってなかなかないんですけれど、コーティングがしてある車、簡易コーティングがしてある車とかのメンテナンスとかに使うにはもう持ってこいだなと。非常に手軽ですし、もう洗うだけで、撥水とツヤの出しのコーティングがかかってしまうので、さらに、3PH 洗車の中に組み込むことで、若干洗車の期間が空いてしまった車とかにも、効率よく、メンテナンスができるのかなというふうに思いますし、このようにね、ホイールとかも全然いけますし、ガラスもいけますし、非常に便利ですよ。ただ、注意点としては、高温の時ね、夏場は特に注意していただきたいんですけれども、水滴の残りとかすすぎ残しがあるとそれがシミになる可能性が非常に高いので、そこはしっかりとね、注意して余剰分はしっかり流す、そして水滴がきちんと拭き取るというのを気をつけていただければなというふうに思います。もうホイールもバッチリ撥水かかってるのもね、わかるかなというふうに思います。はい。で、最後ね、純水を使って、さーっともう一度すすぎの作業を行ってから拭き取りの方に入っていきます。
僕はこの作業を毎回毎回行うわけではありません。特にリセット洗車とかね、徹底洗車をするときっていうのは酸性クリーナーとか油分除去剤を使ったりするので、そもそもあまり 3PH 洗車をする意味がないですし、通常の、洗車だと、中性のスノーフォームかけて、普通に手洗いして、もう拭き取りするだけ、みたいな洗車もします。ただね、少し洗車の期間が空いたりだとか、こういったコーティングのメンテナンス、撥水を復活させないときね、やっていただくのがいいかなというふうに思います。さらにオーバンタオルがあると拭き取りのスピードも上がりますよね。今使っているのはピュアスターのデュプレックスドライングタオルというですね、非常に吸水力の高いオーバンタオルですね。で、細かいところはブロワー等で水水滴を飛ばしながら、しっかりとね、養生分の残りとか水滴の残りが出ないように気をつけていただいて、特にミラーとかハンドルの隙間、こちらのね、部分はね、しっかりと気をつけていただきたいなというふうに思いますし、それからドアを開けたところとか、トランク、それからボンネット等もしっかりと開けていただいて、後でですね、水が出てこないように、きちんと拭き取ると。これは 3PH 洗車に限った話ではないですけど、やっぱり水滴の残りっていうのがね、非常に気になりますので、こういったグリルの周りとかもしっかりと水滴を吹き飛ばして、まあ純水は使ってるんですけれど、水道水を使ってるられる方とか、井戸水使っておられる方は特に注意していただければな、というふうに思いますね。で、ホイールの方もね、このようにブロワーがあれば、さーっとね、吹き飛ばしていただいて、あとは吹くだけで終わりと。いう内容でした。まあ、これだけの工程を含んでも、まあ、1時間あれば終わるかなというふうな、内容の洗車になっておりますので、そんなに面倒くさくはないかなというふうに思います。まあ、撮影してるのでね、若干ね、2時間ぐらいかかっちゃうんですけど、それは致し方ないところですが、撮影なければ1時間ちょっとで終わるのかなというふうに思いますね。それとね、タイヤワックスなんかしていただいて、で、これ今使ってるのは、田舎のドレッシングという、これもね、クリーナー機能のあるタイヤワックスというか、ツヤ出し剤になってますのでね。こちらも洗浄とツヤ出しを同時にしていこうという、効率の良い内容だったんじゃないかなというふうに思います。はい。仕上がりの方を見ていただきたいと思いますけれども、この秘剣ね、かなりツヤ感もいいんですよ、実は。私結構ね、気に入ってます。うん。かなり塗るて感になる。と思いますよ。冒頭で見ていただいたかなり砂汚れ、泥汚れが乗った状態からのこの表現ぶり、いかがでしょうか？かなり綺麗になったんじゃないのかなというふうに思います。はい。今回は、進化する 3PH 洗車プラスという内容でですね、こういった洗車方法を発信したのがね、まあ応用編というか、僕が初めてなんじゃないかなと。言い過ぎかな。B案開発ということで、3PH 洗車プラスという内容いかがでしたでしょうか。はい。フォームレさんのカーシャンプーを使った、3PH 洗車プラスという内容でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。